はい、それではスプラトゥーン最終回やっていきたいと思います。多分あの前編後編みたいな感じで投稿するのかな、頑張っていきたいと思います。で、今回でラストフェスということで、この風景を見られるのはもう今日限りということでですね、なんかちょっと寂しい感じはしますけどね。まあ塩辛酢のアミーボを使えばいつでもこの風景を再現できるので、まあそこまで気にすることはないかな。まあ私はアミーボを買う気にはなれないので、実質これが見納めっていう感じですね。さてやっていきましょうか。今回ね、あのダウニーの、スロット全然回してなかったんで、まあ使う武器とかはまあちょっと私の今装備してるギアと相性のいいものになると思うんで、実質ちょっと使う武器があの縛られてくるんですけども、あのご了承くださいという感じでよろしくお願いします。それでは参りましょう。さてやっていきますか。ホタルパワーってなんすかなんか自分がしばらくやってない間にあれまああれこの BGM はまあこれ実は何回も撮り直してるんですけどね、キャプチャーの調子悪くて。こんな感じになるの、ラストフェスだから。なんかえ動揺隠しきれてない。まあまあこの武器は相打ちに持ち込めただけでよかったかな。中央早くと右から来るな。隠れてんじゃないのこれ。そんなわけない、ちょっとビビりすぎ。あ、いるね。おー、やったー、ラッキー。さあ自陣で暴れていきましょう。こんにちは。よし、散々暴れ回って帰っていきますか。戻っ、おっと、あ、インクがない、インクが危ねえちょっと焦ったぞ。キャプチャー大丈夫、止まってないよね。結構止まったからな。相変わらず俺のキャプチャー悪いよな。今のところ結構いい感じだね。このまま行けば相手陣地をどんどん暴れていってポイントを稼いでいきますか。今全滅だからちょっと早めに戻った方がいいな、相手がね。さあラストの音楽、ラスト1分の音楽はそんな感じなんで、いつもと同じ変わんないやつね。さあこんにちは。よっしゃ。さあどんどん暴れ尽くしてポイントを稼いでいきましょうか。おー、チェイスか。隠れてると思うんだよね。いただきます。おいしい。あぶね。隠れてくる。つくな。おーし、さあ、おし、線いった。逃げよ、逃げよ。さすがに逃がしてはくれないか。よし。よーし、いい感じですね。まあ前武器だからっていうことはありますが、結構一押しですね。まあたまにちょっと気分変えて別の武器とかでも使っていきますか。さて行きますか。勢いでチャージャーで潜っていったらひどい目に遭わされましてやっぱ私にはこの武器合ってますね。
かなりホタルパワー減らされました。うまいチャージャーの人だったらな、うまくチャージャー上手くなればな。まあ私に100年早いってことですね。さあ頑張りましょうか。塗るよ塗るよ。もういなくなった。あら、ナイスです。ナイス押せない。今ちょっとナイス押すのタイミングが遅かったかな。さあ暴れていきましょうか。さようなら。散々暴れて帰った。もっと暴れ尽くしてあげましょうか。いるね。どこいるんだよ。よし、緊急手段。こういうことができるからこの武器は強いよね。あぶねえ。暴れ尽くしてあげましょう。どんどん暴れて最後には帰る。さあ敵陣地でどんどん暴れていこうか。もう台を使っていい頃じゃないか。まだいいでしょ。もっと稼ごうぜ。1000は行こうぜ。それとあのローラーは倒さないといけないからね。どこ行った。もう行った下に。ちょイヤホンのコードがコントローラーに。やばい。あれ敵のキルを狙う。あー嘘。マジでうわーって考えて。味方が敵軍を自分陣地の侵入を許してしまったね。まずいね。いくらここで暴れていてもなかなかポイントは稼げない。さあどうする。さあ味方さんがどういう、うわーちょっと待って、あんまここに長居するの良くなかったんじゃないか。ちょっとこれはポイントを俺がズバ抜けて稼いでるけど、ちょっと防衛ではちょっとあれだったね。問題、いろいろ問題があったな。ほら。くー、なんか罪悪感半端ないな、今の。自分だけいい思いしやがってみたいな。すいませんでした。ほんとすいませんでした。ゲームの音量調整難しいな。変にね上げすぎるとまたキャプチャーが止まるので、その辺の加減が。リッターがいる。あのリッターの腕前次第ではちょっと進軍が難しいような感じがするぞ。意外と車線隠しってテクニックあんまやらない感じだからな。意外といけるんじゃないか。ローラーの人が曲がったような感じがする。うーん、激しい争いが繰り広げられているかもって言われてるが、どうしようかな。行くか。上にいるな。さあ降りてきたところ狙おうか。意外と降りてこねえじゃねえか。
あぶねー。君、逃がすな、逃がすな。逃げまーす。勝てない勝負はするもんじゃないぜ。あーひでえな。結構接戦してない？なかなかに大乱闘やってない？あーいるね。あやめて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 。あっ結構相手はこっち側に攻めてくる感じだから、私がうまいこと裏取りを狙っていきたいところですけどね。どうなんですかね、こううまくできないかな。意外とヌリアこちらで勝ってるから、いやでもこれぐらいの差だったらまず逆転できるでしょ。来るぞ。あ、でも意外と今のその選択は、ああやばいやばいやばい、ああやばい、それはないっすよ。逃げま、デビスよね。しかしこうまいこと相手陣地に、飛ぶことができない。結構飛んでないっすか、ちょっとそれ着地がリリー合わない。露骨にキル狙いに行ったな。ちょっとこれダメなんじゃない。あーギリギリ勝った、裏取りが功を奏した。でもデス4いく、デス4か、ちょっとこれは恥ずかしいな。さあ永遠になるまでもうすぐですね。ずっとこの武器でいく、たまには別の武器でいきましょうかね。あの武器を変えて挑むと、今も今ねフェスの方々結構マジだから。ボコボコにされる未来しか浮かばないから、武器の選択も自分に合ったようなやつを選んでいかないとやばいね。ちょっとキャプチャー止まるのだけは勘弁してくれ。すんげえ怖いな。今回はこれカーボンローラーです。頑張れます。あー同じコースはダメだって。上にいるな。届かねえ。ああ待って、あぶねえ。怖いな。あマジで届かないやん。倒せなかった。キャプチャー大丈夫？とりあえず、あーダメじゃん。訪れがひどすぎる。もうクソすぎない？あぶね。もうまた取り直すことになるじゃん。それか編集ソフトに入れて編集するか。あぶねー。よっしゃ、振りが早いぜ。
よし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 、あうよしよしよしよっしゃよっしゃ、危ない危ない、どんどん濡れ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 、暴れていけ、どんどん暴れていけ。スペシャル溜まったけど、これ使う意味あんのか。ナイスです。うえー、左からいる。あれは味方に任せるか。うおっ、あーちょっとちょっと間違えて押しちゃった。よっしゃよっしゃよっしゃ、あぶねえ、あぶねえ、結構訪れひどいことになってるから、これいいのか。くー、まあ最終的に勝てばいいです。勝てばいいというか、映像大丈夫か。あーあー、ちくしょう、またなんでこんなことになるんだ。これ録画出来上がった頃にかなりの訪れがやばいな。俺のキャプチャー画面、映像と俺の音声の波長が合ってない。まあいいや、後半へ続く。